ヒイラギのやつ何も言わずに突っ走りやがって。私たちを巻き込まないために。でもそんなの。まあ要は信用されてなかったってことだよね。また会いに来てよね。はっ。
と木坂君のおじい様の神社ですね。ええ。ってなんでんなことまで知ってるんすか？なんといっても生徒会長ですから。
何をお求めかな。またどうぞ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いやはや奇遇だね。こんな場所で会えるとは。ご機嫌いかがかな、美月君。それとそちらは昨日の少年か。智明さん、どうもお疲れ様です。どうもす。って美月君に智明さん。ふふ、京花君から話は聞いているよ。どうやら早速始めているみたいだね。はい、そちらも同じ件で。ああ、こちらはあくまで出向中の身としてだが、関係各社や観光庁を回りつつ市内の監視を続けているところさ。ってことはあんたもゾディアックの？ある程度は事情を説明されたみたいだね。美月君、京花君も困っていたよ。会長も心配されているだろうし、あまりおてんばは控えた方がいい。気をつけます。何か判明したらこちらにも連絡をいただけると。もちろんだとも。彼女は実に有能だが、
それでもか弱きレディたる身だ。何かあったらそばにいる君がナイトとして守ってくれたまえ、僕の大切なフィアンセをね。え？それでは失礼するよ。驚かせてしまったみたいですね。彼の実家ミクリアグループはゾディアックの傘下にあるんです。代表の12企業ではないものの、ある程度の発言力を持っていて、先日幹部候補として森宮に出向してきたばかりです。幹部候補？ちなみに婚約者というのは本決まりではないんです。ただ私の親戚が話を進めていて、いろいろとしがらみがあるというか、うん、おじい様は私に味方してくださっているんですけど、すみません、愚痴っぽくなってしまって。いや、なんつうか先輩も苦労してるんすね。巨大グループの令嬢ともなりゃいろいろあるんだな。さて、調査を再開しましょう。ある程度区切りがついたら、そちらのカフェとアンティーク屋に伺いましょうか。了解っす。
ぜ。行きます。行くぜ。任せろ。